くとんだった。攻撃と…ちょっと待って。大丈夫。Yeah!
僕ですか。ちょっと強めにする。違います。攻める。
ここで途中ではございますが、コメントの方を読みたいと思います。いいな、一流と稽古できるのめっちゃ幸せだと思います。一流の同級生やってました。洋平さん手打ちっぽいから腰から出るともっといい打達できると思う。高校の時からずっとそう、手打ち面でやらさせていただきます。洋平さん当てっこ剣道になってるようなします。スピードはあるので慌てず打ち切った剣道の方がいいのでは。怖えんだよ向かい突きが常に。洋平さん、そろそろ誰も引っかからないフェイントやめた方がいいと思います。一生懸命さ伝わりますが、すっごいブッサイクな剣道ですよ。フェイントはたまにするから効果があるんです。あかりちゃんもそうですが、逆道からの面は今のレベルじゃ決まらないですよ。これはあの天の声からあの授かった技でございまして、言っとくけどまあまあ決まってはいる。ここ最近の試合ほぼこれだけどね。ちょっとだからやりすぎね。やりすぎはあのそうね、いいよ。じゃあ芸人と教師から随分と差がついたもんだ。そう、お笑いの差がついたってことですよね。あだすあだすあだす、喋れるようになりました。みんな良平くん良平くんって名前呼んでくれてあざす。では続きをどうぞ。下のところになって体から症状が現れてしまう、打ちたいっていうのですが、あそこをいかに殺してね、あの技を出せるかというところだと思います。伊藤さんにして普通平然スーッと間合いに入れる。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。なかなかいい剣道、しっかり打てるんでね、はい、うん、いい剣道だと思う。片手でもしっかり、面でもしっかり打てるんで、はい、非常にいい剣道だと思うんでね、またますます腕を磨くようにしてください、はい、本当にいい剣道でした。頑張ってやってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。あの、僕に思いっきり打った面は、あれはどういう面ですか？どういう面ですか？そうですね、これ数いたんだ。いや、俺は一瞬で何もできず、あで、どうだったんだ、ま、守りながら守りながらですか？入れたいわーってあ、こうするから見ちゃうのか。あ、そうですね、見て相手が見るときに落とすだけ。終わります。ありがとうございました。一回休憩して。いや、思ったより打てるようになったな。うわー、びっくりしたな。ちょっと返し度味しめてない。昔は得意だったんですよ。味はしめました。返し道だけのショートを取ってほしいぐらい。ありがとうございました。稽古できてよかったです。私もです。あの、どうでしたか？上手だと思います。あの、初立ち行かれました。私打たれたと思いました。ちょっとすごい、あの、なんか冗談のやり方をちょっと教わったんで、すごい試してまたお願いします。ありがとうございました。いや、すごい非常に楽しくて、なんていうんですかね、友達やってて、もうまだ全然やりたいなって、ちょっと思っちゃいましたね。え、どうでしょう？ん？どうでしょう、俺。いや、全然元気。よかったよかった。小学生の出席みたいな。元気。よかったよかった。あの、ちゃんとね、上打つとこもあったし、打たれるところもあったし、はい、いい傾向。打たれるだけじゃなかったですね。そうだね、打ってるところもあったね。先生が、ま、引き出しての返しの勉強。なるほどね。そうです。あの、あのですね、やっぱりお友達をですね、連続でやるっていうのはですね、しんどいんですね。喋り方が八段の先生。そうですね、喋り方が八段の先生っぽいっていうので、八段の先生方いっぱいいる前で、そういうことじゃない。まあ、だから非常に、ね、攻めて打つということの大切さをそういう傾向をやらせていただきました。大御所なんだよな、コメントが。やるんだったらやりたいんでしょ。やれる時間があるんだったらでしょ。いや、マジックの準備した。そっちのあれが大丈夫だったら別にやってもいける。え、これってマジック？今が25分までもう全然4時までに終わります。50分までしないと、それぞれがやりたい人とやって終わるって感じなんで、バラバラで終わるので、うん、やっていいですか？いいよ。じゃあ翔平ちょっとあの端のカメラに残して。大丈夫？え、それは全然大丈夫。ちょっとやりたいぐらい。あ、本当ですか？